今日はなるべく噛まずに動画を出しますからね。あ、噛まずにっていうのは、なるべくカットしたくないから噛まずに頑張りますっていうことです。行きましょう。皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。今日はですね、庄司さんにご報告とお願いがあるんですけども、その前に先日公開した髪の毛をショートカットにしますよっていう、あの映像からまた6センチ私は髪の毛を切ってしまいました。もう止まらない。このままだと髪の毛落ち武者になっちゃうんじゃないかということを危惧しているんですけど、まあそれはないでしょう。はい、じゃあ本題に入ります。皆さんにご報告とお願い。まずですね、この私のチャンネル、実は一人でやっているじゃないんですよ。なんかもう言葉が選びが難しくなってきた。一人でやってなくて、もう一人裏方さんがいらっしゃいます。もう約1年ほど前からなんですけども、その方と二人三脚で動画を作っておりました。おかげさまで私が作りたいって思うような動画ができていたんで、本当にもう裏方さんには感謝してます。お互いこう編集を交代交代でやって、でここの字幕はもっと増やしたいとかっていうのを、なんか連携取りながら一つの動画を力を合わせて作ってたんですけども、実は私のその裏方さん、編集マンが寿退社をすることになりました。いや本当これはね、おめでたいんですよ。ちょっと寂しいっちゃ寂しいんですけど、やっとこう1年間やってきて、お互いこの意思疎通がもう、なんだろう、あ、かのんさんはここをやりたいんだろうなって思ってることをもうやってくれたり、で相手の編集マンさんがこうやりやすいように私もこうやって動いたりっていう、なんか本当に、なんだろう、もう空気で伝わるみたいな、そういう風になってきたからこそ、ああちょっと寂しいなってあるけど、でも寿退社なんで、まあ、それはもうおめでとうって送り出してあげなきゃいけないんですよ。まあ、それで新たにこの私の青木かのんのメインチャンネルに編集マンさんを募集することになりました。イエイ。で、寿退社するその裏方さんは、年内いっぱい私のこのチャンネルで一緒に、二人三脚でやってくださることになってるんですけども、なので年明けから新しい編集マンさんとまた新たなスタートしたいなと思って今回動画を出してます。早速、募集内容を読んでいきますよ。今回はですね、ちゃんと、私の所属事務所さんと一緒にこの話を固めていって、お互い納得した内容で、じゃあ青木かなさんの編集マンこれからお願いしますという形になってるんで、皆さん安心してくださいね。 はい、じゃあ行きます。ちょ、読んできますよ。青木かの編集代行者募集、はーって、あ、こういう読み方別にしなくていいんだ。はい、じゃあ読んでいきますよ。まず募集条件、18歳以上の方、高等学校に在学中の方は応募不可で、2つ目、お住まいが東京近郊の方、または東京近郊に引っ越し予定の方。まあ、遠すぎると、私と例えばこの編集の、なんだろう、新しい字幕はこうしたいよねっていう時に、なんか、会ってこう2人で作業したりとかすることもあるんですよ。なので遠いとちょっとやりにくいから近くっていうことですね。あとは3つ目、連絡がスムーズに取れる方。まあそれはもう本当に、そうですね、社会人としてのこの常識が欠落してなかったらいいっていうぐらいなんですけども、はい、連絡がちゃんと取れる方。で、4つ目、週4本動画制作が可能な方。で、5つ目、素材に対しフルテロップを入れられる方。私も今フルテロップ、要は喋った言葉全部に字幕を載せるっていうのは、なんだろう、視聴者さんは例えばいろんなシチュエーションがあると思うんですよ、見るときに。例えばドライヤーで髪の毛を乾かしながら見たいときとか、あとは聴力があんまり強くない方だと、例えば音があんまり聞き取れないからっていうことで、音が聞こえなくてもちゃんと動画が伝わりやすいっていう、あとは情報を確実に伝えるってことで、基本的に最近は発言にほとんど字幕を入れてるんですよ。おかげさまで、視聴者さんから分かりやすいって言っていただけるお声が増えてきたんで、本当やりがいがあるなって思うんですけども、すごい編集がね、今までよりかなりボリュームアップしてるんですよ、時間が。やりがいがあるからいいんですけども、でもやっぱり私は視聴者さんが見やすい動画を作るのが一番重要視したいと思ってるんで、フルテロップっていうことにさせていただきました。
で次、Adobe プレミア使える方、 Adobe プレミアっていうのは編集ソフトの名前ですね。次が専属で青木かのの編集を担当していただける方、もう本当に二人三脚、もう一対一で一緒にやるっていう感じで募集をしたいと思って専属という言葉を使ってます。で次が1月より編集作業の方、そうですね、来年の頭から編集ができる方で、次が事前に下記素材を使用して青木かのの最近動画の雰囲気に寄せたサンプル動画を作成いただける方、あの素材を貼り付けておきますので、ご自身のパソコンなどでダウンロードをして、それで短い30秒ほどの動画なんですけども、それをあのこの応募者さんが編集して変装してくださいっていうことです。応募者さんの編集テイスト、私が見たいんですよ。私の編集テイストになるべく寄せていただいて、それでお返事してください。これかなり重要です。ここ応募方法、パソコン、スマートフォンからご応募いただけます。応募期間が11月の29日金曜日、明日からです。明日からなので、あの今夜あの応募していただいても対象外となりますね。2019年の12月6日の金曜日夜の23時59分、ダメだ、もう噛みまくった。一応私こう見えても女子アナウンサーなんです。応募資格、ご応募はお一人様1回限りとさせていただきます。応募条件を満たしていない方の応募は無効とさせていただきます。で採用者へのご連絡、厳正なる審査の上、一次選考合格者の方のみにご入力いただいたメールアドレスへ二次審査括弧面接のご案内いたします。面接は私と、あとは私の事務所の中の方と一緒に面接をさせていただきます。なのでまずは書類選考的な形ですよね。このフォームで送っていただいた方に、あ、この人会ってみたいなって思った方のみに返信をして、で私の所属している事務所さん、ウームさん、ウーム株式会社でちゃんと面接をして、お互い納得いくような話し合いをするっていう形ですね。かなり真面目にやってますからね。こんなにカミカミですけども、もう本当やばい。はい、ご案内は2019年12月上旬から12月中旬を予定しております。返信ですね、要は。通知後1週間以内にお返事のない方に関しては誠に申し訳ございませんが、合格取り消しとさせていただきます。一次審査通過したよって、じゃあ次は面接だからこちらにこうお願いしますねっていうところに返信がなかったら取り消しとさせていただきますっていうことです。都合によりご連絡が多少遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。採用に関するお問い合わせは選出方法、合否の結果等にはお答えいたしかねます。第一次選考合格者にのみ給与に関してお伝えいたしますので、事前のお問い合わせはご遠慮くださいです。あ、もう噛みまくってやばいわ、もう本当に。そうです、このお金に関しては、一次選考合格者の方のみにお伝えしております。ちゃんとこの相場感とか何もブラックのないように、もうこの、ね、ウーム株式会社さんはね、もうクリーンなヒカキン大先生がいらっしゃる事務所ですから、もうちゃんとクリーンな、もう私のこの一個人のその感覚でいくらいくらですっていうんじゃなくて、ちゃんと大人たちが交えた上で、このぐらいからこのぐらいの、まずはどうですか、提案をしていきましょうっていう感じなので、もうお互い本当に平等でやっていくつもりです。よろしくお願いします。で契約の更新は3ヶ月に1回、例えば3ヶ月後にちょっと地元に帰らなくちゃいけなくなったんですとか、まあいろいろな、ね、場合とかももしくはあると思うんで、1年間の拘束期間とかではなくて、ちゃんと3ヶ月ごとにこれからも続けていきますかっていうのをちゃんと意思確認をしてちゃんとやっていきます。これぞクリーンっていう感じでございます。はい、お申し込み先立ちウーム株式会社プライバシーポリシーをご確認くださいということです。いただいた個人情報は今回の青木かの編集代行者の選考および採用のご連絡の目的でのみ利用し、その後速やかに削除いたします。なのでかなり安全ということですね。でこんな感じにいっぱいメールアドレスとか書かなきゃいけない、未成年の方とかなんかいろいろ書いてますね。東京、神奈川、千葉、埼玉、その他とか、でお名前、性別、
年齢、アドビプレミアを使用した編集歴とか、サンプル動画の、YouTube 上で限定公開した URL をご記載くださいっていうこのとこ入力欄もありますので、そちら、間違えないように、入力をお願いします。まあ、この感じでかなり早口でカミカミで話したんですけども、ちゃんと伝わったかな。この先 YouTube でもっと長く視聴者さんに見ていただけるような動画作りを私はしたいと思ってますので、いいパートナーさんが見つかるように私もこれから動画作り頑張ってまいります。本当編集マンさんがこう私のチャンネルに一緒に入ってきてくださってから、本当に私が納得いく動画が、今のところ作れてます。やっぱり去年とか2年前とかは自分のこのスキルの限界のところまで編集してたけども、やっぱり客観的に見るとまだ見にくいところがあったりとか、ちょっと伝わりづらいからこうやって編集した方がいいって場所もあったんですけども、今回今二人三脚でやらさせていただいてからは、個人的には視聴者さんに以前よりは寄り添える動画を作れてるのかな、前よりは。なのでこれからもっとレベルアップしていけるように頑張ってまいりますので、皆さん引き続き応援よろしくお願いします。もうこれ以上髪の毛短くならないようにするんで安心してください。はい、素敵な編集マンさん、ご応募お待ちしております。少しでもこの動画がいろんな編集応募者の目に届くように、関連動画に乗れるようにグッドボタンよかったら押してください。お願いしますという感じですね。あとツイッター、インスタグラム、TikTok もやってますので、そちらもフォローしてください。また明日から通常の動画になりますので、明日の動画をお楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。またねー。